皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回ですが、今回もう9月に入ったんですけれども、世界を占ってみようかなと思っています。日本はね、前回占ったんですけれども、まだね、世界占ってなかったので、世界といってもね、広いですから、ちょっと漠然としてしまいますけど、ちょっと占ってみようかなと思っています。アベレージな感じで、平均的な感じでちょっと占ってみようかなと思っています。ちょっとね、アメリカとかも占ってみたいんですけど、ちょっとバタバタしちゃってて、なかなか占うね、ことができたらいいんだけど、また余力があれば占います。日本もね、前回占ったんですけどね、ちょっと今年の9月は、また人であれ、人災がに注意した方がいいかな。人とのトラブルみたいな感じ。地震もね、ちょっと台風も、よくない、来るって書いてたのでね。あと冥王星が、9月の2日にまたね、山羊座に行きました。なので11月のね、後半まではまた山羊座をさまようことになりますので、そのね、さまよってる期間、ちょっとね、その災害とかね、注意した方がいいかなと思いますけどね。前回もね、1月1日もね、冥王星がね、その水瓶座に変わる瞬間のちょっと数週間前だったっていうのもありますからね。じゃあ世界ちょっと見ていきますね。でも最後の、ヤギ座への、移動ですからね。11月過ぎたらね、完全に水瓶座に行っちゃいますからね。では世界の9月、どうなっていくんでしょうか。紛争とかでもね、いろいろ変化が、いい変化が起こればいいんですけどね。世界はね、あんまりね、現状維持的な感じがする。大きな変化はない感じはする。でもね、ちょっとね、刺激を起こしたいっていう国もあるんだけど、でもなかなか実を結べないとかっていう、もう自分の国のことで必死だっていうことがテーマになってる。そんなに大きな動きはないかなと思うんだけど、ただなんかね、社会的地位の立場の上の人がなんか変化を受けるっていう意味のカードが出てる。なんか殻を破ってね、なんか突っ走っていくみたいな感じのカードが出てるよ。ちょっと気になったのがね、ちょっと犯罪率注意した方がいいかなと思う。なんか法律に触れない犯罪みたいな感じ。だから国によってはちょっと許される犯罪とかには注意した方がいいかなっていうのはあるかな。災害もね、起こりやすいんだけど、なんとかカバーできるでしょうっていうね、警告は出てるけどね。ちょっとね、やっぱりね、それぞれのね、世界のね、国民の状況はちょっとね、あんまり良くないかなっていうのは出てるかな。でも経済的にはちょっとね、感情のね、カードが出てるからね、感情の芽生えっていうのが出るからね、ちょっとやる気にはなっていくような感じは出てるかな。スポーツとかもね、あったらマジさんが出てたり、芸術とか芸能的なものもなんかすごいきちっと割れてるし、景気的にも雇用率とかもね、なんか結構増えていくんじゃないのかと言われてるけどね。政治はいい。
まあね、ちょっと派閥は、国同士の派閥はあるんだけれども、ちょっとまあ冷戦状態な感じがするかな。まあそんなに、まあただちょっとマンネリの逆位置のカードが出てるからね。まあそんなにあのシビアにはならなくていいかなとは思う。なんか刺激を求めすぎて逆にね、なんか大笑いな感じのテーマかな。まあ世界はそこまでね、動きはないんだけど、まあちょっとまあ日本に比べたらね、まあちょっと政治とかそういう社会的立場のね上の人たちに何かちょっと行動が起こるんじゃないのかと思う。ただその行動もね、まあ結局ねなかなか実を結べないのかなっていうのが、まあ例えばそういうね健康的な被害のこととかもあるし、じゃあ次はどうしようかな。じゃあまず紛争から見ましょうか、世界の。9月ですね。まあでも日本の時はね、すっごいなんか人のカードばっかり入れたし、なんかあんまり良くないカードばっかり入れるからね。じゃあまず紛争です。まああとなんか解決方法がなかなか見つからないっていうテーマでもあるからね、あの指針カードが。なんでしょうね。まあ紛争も多分なかなか収まらないんじゃないかなとは思うけど。あでもデビルの逆か。あでもあなんかね、上旬とかはね、なんか変化は起こりそうな感じはするんだけど、結局それがね、おじゃんとなっちゃう感じがするかな。だからあの吊るし人の逆位置が出てるのと、あと欲望の逆位置が出てるからね、なんか怠慢になるとか力不足とか、課題はいっぱい残ってるとか、解決方法が見つからないっていう意味でもある。だから中旬からちょっとね、またね、あのまた今までのね悪いものがね返ってくるような感じがするかな。だからそのねやり始めた時のなんかまあカルマ的な感じ、そういうものがなんかふっくりかかってくるような感じがする。だからちょっと紛争も続きそうな感じがしますよ。じゃあ次に、じゃあちょっとウイルスを見てみましょうか。まあ、日本もねちょっとなんかまあウイルス系のね病気、世界ではどうなっていくんでしょうかね。まあ今本当にね、あのオリンピックも終わりましたし、まだねパラリンピックはまだやってますけど、ね、日本もパラリンピックをもうちょっとね放送してほしいなっていう気持ちはありますけどね。なんかある意味ちょっと日本のあんまり良くない感じのことが良くないねところかなとも思ったりはしますけど、じゃあパラリンピック、あっちょっとウイルス、2024年の9月に世界のウイルス状況、これも3枚引きで見ていきますね。なんか塔が出てるんだけど、なんかちょっと9月の中旬からなんか怪しい感じがする。なんかねエンペラーが出てるんだよね。まあこれやっぱりね立場の上の人のイメージがあるんだけどね、逆位置なんですよね。だからちょっとねあのだからちょっと
なんかさっきも紛争のところで真ん中のところがね良くなかったじゃないですか。だからなんかちょっとそういうウイルスと紛争か何か関わりがあるのかなっていうのが出てるかな、うん、党が出てるから、まあ、逆位置だからね、うん、まだいいんだけどちょっと油断はできないかな、うん、またちょっとパンデミックでも起こそうと考えてるのかもしれない、まあ、世界で見てますから、うん、でも日本もねウイルス見たらあんまり良くなかったかなっていうのは出てるけど、うん、じゃあ次に政治見ましょうか。世界の政治ですね。まあ国によってやっぱりねいろいろとね、うん、文化とか考え方とかがありますから、やっぱり政治とかもねそれぞれ違うかなっていうのもありますけど、また吊るし人が出たな。うん、まあ政治はねまあよくよい、まあまあ、うん、悪くはない。ただちょっと中旬あたりがねちょっとエンプレスの逆位置が出てるからね、傲慢さがなんか顔に出てるっていうのが出てるけどね。うん、まあ吊るし人が出てるけどこれ正位置だからね。うん、であとはねアイディアとか新しい知恵とか、うん、新しい出来事とかっていうね後半マジシャンのカードが出てるからね、まあ政治はまだねあの今までの項目の中ではマシかなって思う。だから紛争とやっぱりね、うん、ウイルス系は注意した方がいいかなっていうのが出てるかな。うん、最後にちょっとじゃあ災害も見てみましょうか。災害どうなっていくんでしょうかね。じゃあ世界の災害で2024年9月ですね、見ていきますね。ちょっと水害による災害が注意した方がいいかなっていうのが出てるのと、あとなんか上旬これまあ正位置なんだけどイオンのカードが出てるんだよね。これ浄化的な意味があるからな、ちょっと9月の上旬とか大浄化が起こるかなっていうのももう9月過ぎね過ぎちゃってるけど、まあ、それによってちょっと人災的なものも出てくるし、あとスターの逆位置が下旬に出てるのがあるって、これ水だからね、なんかそういう水害によるトラブルに注意した方がいいかなっていうのは出てるかな。ちょっと9月は注意した方がいいかな、災害とかは。まあ今日はちょっとこんな感じでねちょっと世界を占ってみましたんで、まあちょっと単純ですけれどもご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。